はい、じゃあ前回の続きでもう一回神棚作ってみましょう。ちょっとね、これはこれじゃ神棚できないんですよ。ちょっと壁の大きさが違いますから、もう一回、うまくやってみましょう。一回外します。木工ボンドのいいところはこうやって外せるっていうことがいいことですね。それではですね、あとこうやってボンドは拭き取ってあげると、これはちょっと水分が入ってないんですけど、水分のついてるティッシュでやるとすぐきれいに拭き取れます。それではどういうふうにするかと言いますと、これが神棚の背中部分というかになります。ここにですね、先ほど使ったこの板を重ねるね、こういうふうに重ねて作るということをやってみたいと思います。まず、この神棚の板のこの背の部分ですね、背中の部分、ここにですね、木工ボンドをまた塗ってみましょう。はい、じゃあこう置きます。そしてこれを挟みます。でここがね、一番難しいんですよ。ここが一番難しい。どういうふうになってるかっていうと、ここはね、すぐこうやって崩れちゃうんだよね。もういつも小学生とかとやってる時もここが一番難しいところ。おお、こうやって崩れちゃう。接着が悪いとですね、すぐ崩れちゃうね。まあこういうふうに、つけてみましょう。それをですね、この先ほどの土台の上に乗せてみます。でこれは真ん中大体でいいですよ。この建物そのものが真ん中ぐらいになるところを探してもらって、こうやって土台の方に、床の方につけてもいいですし、神棚そのものに木工ボンドをつけてもらってもいいと思います。はい、じゃあちょっとやってみましょう。あら、取れた。よいしょ。いつもお話ばっかりしてて、作るのは私もあんまり作らないんで、ちょっと失敗してますけど、こんな感じですかね。どうでしょう。ちょっとはみ出てるのは拭いてください。後で拭きましょう。とりあえずここまで、できましたでしょうかね。ちょっとずれてるなと思ったら滑らして直してくださいね。これは本当1時間かけてやるもんなんですけど、今は今10分でですね、やってるところです。それではじゃあ頑張って、次はここにですね、このひし形の部分に、もう木工ボンドを塗ってみてください。ひし形の部分に木工ボンド、今度はですね、神棚の屋根をつけます。はい、いいですか。これはですね、時間をかけないとどうでしょう。
はい、ちょっと抑えてくださいね。2回で終わると思いましたけど、やっぱり3回かかりました。それではちょっと抑えてるところで、ここで休憩です。